はいどうも駿河プライドです今回は溜まっているガチャ券の類と11連ガチャの方を回していきたいと思いますまずは溜まってるガチャ券の方を一気に回していきたいと思います最初に星三角定グローリーガチャいきたいと思います 続いて星5確率10%ガチャを4回続けていきたいと思います金のボールは蹴れませんでしたね2回目いきます いや今回も金のボールは蹴れませんでした3回目いきます今回も金は無理でしたね 4回目最も金は蹴れませんでした最後に星5確定ガチャいきたいと思います グレード93のチャルレス・アランギス選手興味がないわけじゃないんですけどちょっとバイヤーレバークーゼンの選手とかはブンデスリーが特に見るわけでもないので選手名が分かんないです続いて11連試合突破記念11連勝ちはいきたいと思います グレード90以上だとポルトのアレックス・テレス選手とフランス代表のベンジャミン・パバール選手どちらも守備的なポジションといえばポジションな選手です他にグレード87 中盤のヤスミン・クルティッチ選手はグレード87と比較的高い方なんじゃないかなと思う選手が出ましたまだ始めたばかりで全然選手も揃ってないのでこれ星5の選手が少なくとも2枚出てくるようなガチャは チームの強化につながるので非常にありがたいところです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。